さあ、バッター沼田打つか、打った大きな当たり、これは入るか入るか入るか、入った、ホームラン、逆転満塁ホームラン、沼田これは大きいですね、勝利に導きました。ヒーローインタビューです。いやー、そうですね、狙っていました。はい、打った瞬間入るなと思いましたね。やりがいがありそうな顔してますね。明日からも応援よろしくお願いします。さあ、ドームは歓声に包まれました。沼田はそのままロッカールームに帰っていきました。まずはロッカールームでシャワーに入るようですね。あ、がっつりシャンプーを使ってますね。ってことはこのまま帰宅して家でお風呂に入らない作戦ですね。ここでしっかりお風呂に入ってそのまま家帰って寝れる、そのパターンでしょう。さあ、バスタオルで髪の毛を乾かして、あ、やはり体の疲労は溜まっているようですね。やはり1試合するというのは疲れるのでしょう。大きなため息をついて、そして精神を落ち着かせているんでしょうね。あ、荷物をまとめて誰かと飲みに行ったりするんでしょうか。お疲れ。あ、一人で帰るようです。あ、そしてロッカールームも出てきましたね。あ、駐車場に来ました。あ、野球選手って意外にね、ドームまで自家用車で来てるんですよね。あ、スポーツカーですね。あ、さすが一流選手、スポーツカーに乗っています。あ、安全運転ですね。意識は高いですね、やはり。あ、あ、家に着きました。自宅の駐車場に停めて、あ、いいですね、駐車場がそのまま家の地下1階につながってますね。で、そのままリビングに行けるんだ。でもね、また独身ですからね、広いリビングで一人、ソファーでまったりしています。あ、テレビをつけました。何を見るんでしょうか。あ、ニュース番組、スポーツ番組ですね。今日の試合がちょうどやっています。あ、自分のプレーですよ。自分のプレーを見て笑っています。自分のプレーが好きなんですね。いいことです。あ、ニュースが変わったらテレビを切りましたね。あ、違うチャンネルですね、これは。あ、バラエティ見てます。意外にバラエティ好きなんですね。あ、結構笑ってますね。あ、共感すると笑うタイプなんですね。あ、笑ってます、笑ってます。あ、結構こう続くタイプの笑いですね。消しました。これはどうするんでしょうか。あ、もう寝る感じですね。やっぱりお風呂は多分ロッカーで入ってくる作戦なんでしょう。あ、ダブルベッドですね、一人なのに。あ、サイドテーブルにあるランプも消して、深呼吸してそのままベッドに入りました。おやすみなさいませ。あ、眠りにつくのでしょうか。おっと、起きましたね。どうしたんでしょうか。あ、水ですね。寝る前に水を飲むというのは何かスポーツ選手のこう健康志向の高まりなんでしょうか。おっと、一息ついてまた寝ました。これいつまで実況してんの。いつまでなんかうっすら聞こえるような気する。いつまで実況してんのこれ。立ち上がりましたね。ほら急に。いつまで実況してるこれ。どうしたんでしょうか。なんか悪夢を見てるんでしょうか。聞こえるような気がする。聞こえるような気がする。聞こえるような気がするっていうのは聞こえたような気がする。何が聞こえるような気がするんでしょうか。いつまで実況してんの。実況。あ、なるほど、彼にはずっと実況が聞こえている空耳なんでしょうね。いや、ちょっと、え、どっちこれ。どっちですかこれ。これはかわいそうだ。どっちですかこれ。プロ野球選手の職業病でしょうかね。気のせいですか。はい、ベッドに再び入りました。まあ疲れてるからすぐ寝れるけど。大きないびきを立てて、今日もお疲れ様でした。チャンネル登録の方、よろしくお願いします。あと、世間の皆様にチャンネル登録を訴えかけてますね。僕のこともぜひ応援してください。あ、自分の宣伝もちゃっかりしましたね。一度は球場に足を運んでくださいね。あ、球場への愛が強い。いつまで実況してるこれ。実況の声絶対聞こえてる。また何か言っていますね。ほら、どうしたんでしょうか。この声ずっと聞こえてるんですけど。何を言っているんでしょうか、ね、この声、この声、この声、一体どうしたんでしょうか。この声の主、うわ、どうしたんでしょうか、一体。気持ち悪い。
気持ち悪いと言っていますね。実況してる。誰に言っているんでしょうか。僕だけですか、これ見えてるの。空耳なんでしょうか、幻想なんでしょうか、幻聴なんでしょうか、幻覚なんでしょうか。目合ってるのかもわからない。どうなんでしょうかね。誰用のサングラスだこれ。なぜ前を見ないんでしょう。ダリダリ興味のやつ、ぜひ入会してください。面白いんだから。ジャルジャルタワー。